始めた。ああ。いらっしゃい、ジョージいらっしゃい、マナいらっしゃい、旅線いらっしゃい、あんこ国大魔神いらっしゃい、北極茶いらっしゃい、いらっしゃい、マヨネーズいらっしゃい、サイいらっしゃい、リエちゃんいらっしゃい、ジョイくんいらっしゃい。口が無のおかしい。小雪いらっしゃい、ユズやカプチーいらっしゃい、スーちゃんいらっしゃい、イオリいらっしゃい、マイカいらっしゃい、マルボロちゃんいらっしゃい、マロンいらっしゃい、ピコダンいらっしゃい、トーマいらっしゃい、ユカコいらっしゃい、スーちゃんいらっしゃい、ライチいらっしゃい、マーちゃんいらっしゃい、バイいらっしゃい、ミルクいらっしゃい、アコいらっしゃい、ゆかこいらっしゃい。ちょっと砂糖のあるものは飲むのやめといて、ブラック飲みますね。チーいらっしゃい、エイいらっしゃい、リオンいらっしゃい、ぐで卵いらっしゃい。水飲めや。いや、水は冷たいのしかないじゃん。冷たいのはダメ、歯にくる。ねねいらっしゃい、ねいらっしゃい、ゆいらっしゃい、ちゅんいらっしゃい。今日の料理はミルフィーユです。お前さっきインスタライブしてた、なんか間違えてパッと開いたら君の ID だった気がしたけど、ミルフィーユ鍋、瞳いらっしゃい、はーちゃんいらっしゃい、味噌いらっしゃい。料理のポイントは、いや、まあそれはまだわかんない。俺も今まで一回も作ったことないから、まあ作ってみてだよね。食いらっしゃい、渡辺か。材料は今さっきね、あのふわっちで買いましたね。ふわっちしながら、そうなんですよ、顎がちょっとやばいことになっちゃって、でワンチャン口腔外科行かんといけんかもしれん。顎が痛くて、顎がクソ痛くて、この辺全部に、顎の全部に海が溜まってて、であんちゃん手術せんといけんね、切開して。飲み配信者だからね、今更。いや、今までは痛みはなかったんだけど、いや、今まではっていうか、今まで別に海溜まってなかったんだけど、今はちょっと海が溜まってて、顎に。口もあんま開かなくて、さっき歯医者行ってきたんですけど、まあ、歯に穴開けて、まあ、海を取るって方法だったんだけど、まあさっきまで、まあ、痛み止めがなかなか効かなくて、ロキソニンを4錠飲んでやっと効いたっていう感じ。まあ本当はタバコも吸っちゃいけないんだろうけどね。あの海ってね、本当ロキソニンが効かねえんだよ、マジで。タバコ絶対ダメだろう。まあ言われてないから、とりあえずはまあいいかなと。虫歯から脳に菌が入ると死ぬらしいよ。まあちなみにうちの親父が一回虫歯になって、海が顎に溜まって、で首まで来て、ここまで来てたんだけど、
うちの親父は仕事が忙しかったから、なかなかね、痛みを我慢しながら仕事行ってて、そしたら、平八入院しちゃって、歯で一回。俺も見たことあるけど、俺が小学校3年生ぐらいの時だったけど、こことこことここが全部腫れてた。肩まで腫れててね。で肩まで海が溜まってたから。ロマンちゃん、海が心臓まで行くとほんと死んじゃうね。だからうちの親父はだからなんか3ヶ月ぐらい歯で入院してたね。抗生物質も一応もらいました。抗生物質も飲みました。うん。で、抗生物質は抗生物質で出るから。痛みっていうのはやっぱもう、そのね、一番あれだな、ボルタリンが一番いいけど。マジで緊急でやばかったわ。マジさっきまでは死んでたもん、マジで。痛すぎて。だいぶ痛み止めが効いてきたね。おい、今日なんか顔しよくない？いや、今日このスーパー高画質にしてます、今日画像。炎症収めないときて、あ、そうだよ。だから、抗生物質飲んで、カノ止め飲んで、カノ止めは抗生物質みたいなもんだね。で、それプラス痛み止め飲んでる。大学病院レベルじゃん。だから最悪ワンチャン、ここから下全部切開して、膿を取り出してもらったらもう一番早いけどね。歯口上げるとき顎がくそ持てんねや。夜飯食べれますか？まあ、ここは使わないからね。こことここだから。まあ、とりあえず歯医者で口腔外科に行ってくださいとは言われんかったから別にいいけど、ね、もう痛みがこのまま治らんかったら俺マジで緊急外来で口腔外科行こうと思ってたけどね。今日の配信。でもとりあえず痛みが引いたから。早く直さんといけんけどね。でも来週の月曜って言われたし、次のあれが、世論ともいかんといけんし、歯だけは早く直したいよね。顎の膨らみは海が溜まってた。いや、顎の膨らみは噛み合わせだよね、もともと。俺顎が外れてて、そのままそうしてたらなんか噛み合わせ悪くなって顎がトレントレになっちゃったっていうね。あんまりね、マスクとかね、こういうのはね、もともと配信でやってるのはね、顎を見せたくないからです。だからギガフェスの時に最悪だったね、ネックウォーマーはつけれない、マスクもつけれない。そしたら、案の定米の顎しかないっていう。鼻押したら、鼻押したら顎良くなると思うけど、あれマジ笑った。誰も試合見てない。見てるみんな顎を注目してるのが謎なんだよ。ならばしてる。コメントは土曜日見てた。多分身長違いすぎだろうか、コメ欄顎しかなかったと思う。それか終わるの早か。いや、言われ慣れてるけど。嬉しくないわ。口肛門も流れてた。来年慶之助さんとやるわけないだろう。無理だろ。怪我するのはオチだよ。顎粉砕しちまうよ。今度俺の顎が粉砕するわ。地元の工場で働いてたブラジル人って米を向いた。そうなの。生きるんですけど。確かに工場で働いてたけど、ブラジル人じゃないですけど。狙いでもっていいですかね。そういうデマ。デマやめてもらっていいですかね。ヘズマリュウの仇、いや、そんな普通に格闘やってる人の方がいいでしょ。なんで俺が仇取るんだよ。大して何の接点もないのに。まあ、接点あるとすれば中国地方なだけだよ、地元が。何の接点もねえわ。
黒豚もひどいけどね。何いらっしゃい、梅いらっしゃい。伊豆間龍に勝てる？いや、そんななんか別に俺格闘家じゃないからさ、勝てる勝てないとかわからんね。そもそも。五十嵐いらっしゃい。緊急って何があった？いや、マジでワンチャン緊急外来行きかけた。本当に。歯で。痛すぎて。やっとロキソニン4錠がやっと効いてきたよ。ロキソニン4錠だからね。ありえねえから普通。ロキソニン4錠とか。海ですよ。ここに。ほら、海。痩せてないよ。いや、肝臓悪くなるっていうか、なんかまあ、ロキソニン飲みすぎると、まあ、手術の時に麻酔が効かんくなるっては言われてるよね。胃が荒れる。もう俺、胃があんま荒れたことないんですよね。なんか胃は強いんだよね、俺。胃は昔から強いんだよ。てか、うちの家系みんな胃が強いんだよな。胃だけは。胃に関しては何の病気にもなったことない。全員。ただ、まあ、うちの家系はみんな肝臓がちょっと悪いっていう、ね、数値が。胃臓は悪くないのか。まあ悪くないね。胃はなんかめっちゃ強い。全員強い、胃に関しては。胃の病気になった人はいないね、今まで。肺はね、まあ弱い。胃臓はめちゃ強いです。肛門になる病気は恐ろしいよ。知らねえよそんな病気。彼岸島のモンスターかよそれ。徳目さん食事です。フレ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 はーん。あの何しょ食事です。フレ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 はーん。でも彼岸島のモンスターって本当の顔気持ち悪いよね。彼岸島って漫画見たことあります？誰か。あれ、あのここが肛門になってて、あの肛門のとこに顔があるよね。あのなんかモンスターはマジで気持ちが悪い。てか全巻ある。あれ超気持ち悪くない、あのモンスター。やばいよな。今めちゃくちゃだよ。いや今あれでしょ、今アキラが今あの片手がなくなって、片手がなんかあの包丁みたいになってて、めっちゃ強くなってる。あの直後です。フレ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 。アキラが。あれお兄さんの名前サトルだったっけ？何だったっけ？お兄さんもとっくに前に死んでるけど。あれ絵がえぐくて気持ち悪い。いやちょいちょいなんかあのレイプシーンがあって気持ち悪いよね。兄貴の名前アナルなの。キモいな、そんな名前だったっけ。丸太最強。ああ、あの仮面かぶったおっさんね。あの、ま、でっけえ丸太持ってる人ね。あれ知らんかったっけ。もうとっくに。つまりあみんみんおしばき100ありがとう。フェ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 。あーでもね、あのガンツっていうね、ガンツっていうアニメがあるんですけど、ガンツで大阪編っていうのがあるんですけど、で大阪編になんかあのおっぱいがすげえ出てくるシーンがあるんですけど、あれもだいぶ気持ち悪いで、あのおっぱいのモンスター、おっぱいのモンスターがいるじゃん大阪編で。ガンツもグダグダで終わった。ガンツなんか世界戦になってたよね最後。意味わからんかったし、あれガンツ知らないのマジ。水くん巨乳になった。そうなの。
いや今日は見てないですね。匿名コメはないね。なんで匿名コメにしてほしいの、やだし。なんかあのね、最近ね、暇なんで携帯で漫画見てるんですけど、やっぱりレインボーっていう漫画面白いぞ。みんな見た方がいいよ。レインボー、レインボーって知らないでしょ。ずっと暇だけども、レインボーはマジ面白い。あと最近ちょっとなんかパッケージ見て気になってるのは、なんかの自殺島ってやつでも、なんか面白そうじゃねえんだよな。みんなつまんねえって言うからね、自殺島みたいな名前のやつ。レインボーはどんな話？レインボーはだから、あの刑務所に行かれて、刑務所でいじめられて、でそのいじめられる中で何年か過ごすっていう、やつ。自殺島は絵が微妙。自殺島っていうの知らねえよ。最近面白い漫画もないしね。ないよね、面白い漫画。なんかいい漫画ねえですかね。なんか漫画見てって思わんもんな。大の大冒険とか超面白かったのに、あれ面白すぎるでしょ。お前が漫画描け。いや別に俺世論島に自殺しに行くわけじゃないけど、最近マティアスってやつが主人公のアニメやってるよな。いや、何それ。あ、ハンターハンターか。あー、ハンターハンターも途中まで見てたけど、もうわけわからんくなってきた。グリーンアイランドあたりで、グリーンアイランドあたりでもうやめたね、ハンターハンター。あ、誘惑、あ、誘惑はね、やっぱトグロ 80% のとこまでが面白かったけどね。なんかそれ以降なんか微妙。トグロが強すぎて、あの自爆する得意。ブリーチ、あー、まあ映画で見たけど、見よう。キメラまで見な。いや俺アニメに出てないんだけど、ナルト、いやナルトはね、あのホカゲのとこで終わって、そっからのナルト の, あの子供のとこから見てるけど、ナルトよりナルト子供の、あのナルトの息子のやつの方が面白い。進撃の巨人、まあ、微妙だね。劣化の炎、あ、劣化の炎は面白かった。懐かしいな、劣化の炎とかめっちゃ懐かしいじゃん。あの GTO になるまでのアニメとか知ってる？純烈爆風なんちゃらみたいな。あれちょっと面白かったけど。テラフォーマーズ、まあ、テラフォーマーズも、もう、まあ映画でいいかなって感じ。ヒロアカ、あ、ヒロアカは見たことないですね。純愛組や、そう。ボボボボボボボ、あー全然見らんね。そうやったら正義マスリーダー伝たけし見るわ。正義マスリーダー伝たけしは、なんかあの作者がなんかあのパンツ泥棒して捕まったんでしょ一回。マジでマジダセーことしてるよね。シマプー、前ギャグ漫画日和好きそう。いや知らんな。水際スリーダーデンたけしはね面白かったよ。あの中学校の時見るとね面白い。今で見たら何だこのくだらん漫画あってないけど。よいバウンサーって何？喧嘩のやつ。あれが面白かったよ。あのサイコメトラエイジ、めっちゃ見てたあの漫画で。でもなんかあのドラマでもやってたよね。 TOKIO のあの松岡が主人公でやってたけど、ドラマで見たら微妙だったな。古いんだよなどれも。だって漫画昔見てたから。
昔の漫画の方が好きやが俺。実写ってダメだよね。あーでもね、実写の中で一番ひどかったのはあのドラゴンボールアメリカ版。まああれ意味がわからんかった。しかも最後にあのピッコロがなんか生き返るみたいな感じだったけど、うん、あまりにもあのぐだひどすぎて続編なかったじゃんあれ。ドラゴンボールアメリカ実写版。何あれ。いや全然面白くないですよあれ。刑務所の漫画はレインボーです。シティハンターの実写版も面白くなかったね。まあでもジャッキーチェンがやった方のシティハンターの実写版面白かったけどね、うん、約束のネバーランドってなんだっけ。あ、初めの一歩、まあ初めの一歩見るやったら俺はどっちかっていうとスラムダンク見るけど、スポーツ系ならスラダンの方が面白かった、ね、君が好きだと叫びたい明日変えてみようがいいな。あ、クロコのバスケもスラダンに勝るもんないっすね。金色のガッシュベル、あー一巻買ってもつまらんくてやめた。スラダン、え、スラダン実写化されるの？マジ？それちょっと興味あるけどね。普通のアニメの映画だったら微妙だけど、実写化されるとちょっと見たいね。三井が誰がやるか見たいね。三井が誰がやるか。あ、頭文字 D？ あれか、あの豆腐屋のやつか。車のアニメは、このまま見てないな。アキラーとか やつもあったよね。犬屋敷？あ、犬屋敷はもう見たけども、うん、まあ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 面白い。イニシャル D な。いや、頭文字 D だから。ふざけるなよ。頭文字 D だから。イニシャル D じゃねえし。頭文字 D は俺ゲーセンでよくやってたし。いや恥ずかしいんじゃなくて、いやあの、あ、そう、あ、そういやイニシャル D って言われてたなっていう、あれ本当の名前頭文字 D なのにって感じだよね。なんでイニシャル D なんだろう、意味わかんない。犬屋舎、あ、犬屋舎はね、あの妹が大好きでしたね。妹があの犬屋舎のグッズめちゃくちゃ持ってたよ。か、あの、カツラ買ってて、あの、犬屋舎の格好してたよ、妹が。昔。キモって思ったけど。いや、頭文字じゃない、頭文字 D でしょ？うん、もう知ってますよ。あ、豆腐屋の人でしょ？あ、なんだっけ、あの、スカイラインじゃなくて、なんだっけ、あの車。8686、そうそう、86乗って、うん、やるやつでしょ。もう全然覚えてるよ、うん、でちょっとエッチいやつでしょ。あ、バトルロイヤル面白かったね。うん、だからバトルロイヤルとかあのすごい好きだったから、なんかあのバトルロイヤルに出演してた人がなんかツイキャス出てくるじゃん、山本太郎って人。あの人を見るといつもバトルロイヤルも思い出すんだよね。なんで政治化してるのって思うね。バトルロイヤルまた出てほしいけど、あの人。1の最後はあの死ぬよな、船のとこで。あの人バトルロイヤルでしょ、政治家じゃなくて。バトルの柴崎、あー、柴崎コウの役は、あれでしょ、あの、男に近寄っていってセックスする女でしょ。うん。すげえな、あの、なんか、男に体売ってるやつでしょ。知ってますよ。バトルは。
一番心強い 見方だって、あの人バトルロイヤル経験者らしいから、もともとがいきなりな銃持ってたじゃん。最後死ぬの泣けれる。また藤原竜也がめちゃめちゃ若い時だよな。いや、バトルロイヤルなんか参加したくねえわよ。怖え。あれもイカゲームみたいなもんだよね。柏餅なんすか。柏餅ってさっきから、柏餅柏餅って言ってるけど何の話ですか。頭文字ないの。でもね、あのバトルロイヤル 2っていうのもあるんだけど、それに出てくるおしなり修吾って人がいるんだけど、あの時のおしなり修吾もめちゃくちゃイケメンだったよね。あとあの1に出てきた成宮じゃなくて、もう一人なんか坊主のやつ、うん、あいつも超イケメンだったよね。あの爆弾作るやつ誰だっけ、あれ名前忘れたけど、坊主、茶髪で坊主のやつ。ミルフィーユですね。あ、そう、塚本隆坊主だったじゃん、あの時茶髪で、すげえ気味だったよあれ。あの坊主の人めっちゃかっこよくないってなんか学校でもみんな言ってたもんね、女性が。みんな名前は出てこんかったけど、お前も坊主にしろ。いや、俺坊主にしたらなんかあのなんかあの演歌歌手になるの、なんか変な。あ、よく覚えてますよ、うん、バトルロワイヤル。多分バトルロワイヤル俺らが中学校ぐらいの時だよね。俺らが中学ぐらいの時。テン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 。髪の毛いらんだろう。いや、俺顔が丸顔だから、まあ、坊主も似合うけど、まあ、髪長い方がいいですよ実は。あ、静かな日々の階段王でしょ。すごい終わりの音楽じゃん。リダちゃんいらっしゃい。お前痩せる気あんの。いや、痩せる気なんかないけど、俺やるせるなんかダイエットなんかせなんか言ってないじゃん。ギガフェス前にちょっとあの体重94キロから2キロ落としたからいいかなって。あ、高幸さんよし。寝技教えてもらうならこの高幸さんに教えてもらう。もう格闘はもう縁がないかもしれんけど、マティアスも30年後は平八になる。なるかよ。いつでも教えますよ。いや、マジっすか。スタジオ到着。明るくね。まあ明るいけど。パニャニャニャ、いらっしゃい。あ、そうだね、なんか日がなんかあの落ちるのが遅くなったくね。もう5時半にはもう真っ暗だったのに。早くない？これなんかまずいことが起きるぞ。3月あたり大変なことが起きそうだよな。天変地異が起きるんじゃない？あ、こんばんは、こんばんは。なんだこいつ。なんだこのバキュームフェラってやつ。しつけえな、お前。ラメン2回コメントするよ、お前。ありがとうございますね、主任。あ、まあ確かにそうっすよね。教えることもね、自分の勉強なんですよね、うん。ちなみになんですけど、あの人に教えることで一番自分もわからんくなるのが、あの人にネクタイをつけるときですね。僕今でもネクタイ締めれないんですけど、よくあの親父とかおじいさんとかにあのネクタイをあのやっつけてもらったんだけど、そうするとね、親父もおじいさんもね、どっちもネクタイのつけ方忘れる、わからんくなんだよ。あれマジ面白いから、どっちもわからんくなるからね。
あらあらあらとか言って一回自分で自分のネクタをネクタイを締め出すんだけど、でもできんくなるね。マジで。お前のせいで俺もわしまでもけあネクタイの結び方わからんくなったかやとか言われる、ね。いやでも俺今でもネクタイはちょっと結べないですね。趣味面接だけど、まあ、俺はネクタイはそもそももうできてるやつをそのまま入れてやってるだけだから、うん、わかるわでしょ。息子とかにお父さんで息子がいて、ね、成人するお父さんならわかると思うんですけど、息子はねネクタイの締め方教えてって言ってやってあげたら自分もわからんくなるでしょ。じゃあなれ主義吉野さん、吉井があるあるなんですよ。だからみんなやってないんでみんなわからんくなるもん。なんか回転寿司いやネクタイの締め方は本当わからないんだよね。 YouTube でやってその時は覚えるけど、なんか覚えれないんだよね。またなんか後日だったら忘れてるんだよね。本当にネクタイの締め方にも多分本当に興味がないんだろう。ネクタイするの？いやだからまあね、まあちょっと今度リスナーさんが結婚するんですよ、うん、でその結婚式に実は呼ばれてて、うん、スーツないんで俺も服で行くんですけど、まあ、ネクタイの締め方正直わかんないんで。あ嘘だろ、えこれ本当にこれマジで、しかも俺スピーチせんといけんからね結婚式で。マジでだからこれ初めての結婚式、リスナーさんの結婚式だからね。やめとこうよ。いやまあできるでしょ。東京だと思うけど、確か東京だったぜ。東京で結婚式。いや配信は無理だね。配信は無理だ。ご祝儀はまあ3万円ぐらいでしょ。3万ぐらいだよ、ね、一応調べてたから安くても3万ぐらい、少な30万入れるや。いやお前入れたことねえだろお前、結婚式に30万も。嘘つくなお前、他人に30万払ったんかお前ご祝儀で。10万、うん、まあだから10万はまあだからもう結構入れてる方だと思うよ。俺はだから最低の3万ぐらい、3万で言うだよね。30万入れたわ。でそれ身内でしょ。30万って結構すごいけど。300はもうおかしいよね。ネクタイ黒で行くの？いやだから喪服で行くって俺。誰がリスナーさんの結婚式に出るんだよ俺が。多分ワンチャン直樹兄さんも出る可能性あるらしいけどね。お前も服ならネクタイ黒になるぞ、うんうん、失礼だわ。いやないんすよ。いやあるんだけど、マティアススーツってあるんだけど、足がブカブカで、まあまあ、上半身は大丈夫なんだけど、足元がブカブカで、まあ、あれで言ったらマジで普通に何かすげえ何かね、だらしない格好になるけど、それでもいいなら。マジで超だらしない格好になるけど、何かいるじゃん、学生時代に腰パンして、すげえ何か地面に竹がついてるやつ。交通費や宿泊費は自分で出すよね。ボンタンみたいな。え、結婚式のネクタイって白なんすか？初めての結婚式。いやもう初めてだね、自分が出るのなら初めてです。だって呼ばれたことないもん今まで。俺の友達もまだ結婚してないし、ユータッチとかも DK 君とかも
あ、白なんだ。スピーチみたいな感じで、我々はじゃねえな、まあなんかいろいろ考えるよ、私はとか言って。いやね、だから私でも分からんけど、な、3分ぐらい、あのギガイスの最後のあのねスピーチみたいに、勝った時のインタビュースピーチみたいにね、周りがシーンみたいな感じになるのはね、次はなくすんで。あれ、みんな周りがシーンとして、多分何の話ってなってたから、うちのリスナー以外は。まあそりゃそうだろうけど。あ、マジ、緊張するよね。めでたいから良きですよ。いや、イカルドなんか連れていかない。イカルドは別に、まあ会ったことあるけど、その人もイカルドと。まあでもまあ関係ないよね、イカルド。会いたくてフレール丸さん、お茶爆100、ありがとうございます。フレ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 。そうか、やっと結婚式に出れる。俺マジで本当に34年間でもう本当にリア友の授業に入れたけど、まっちゃん結婚式に出たことないのって言われてたから、結構嬉しいんですよね、正直。人の結婚式が、あの ブーケ取りますね、僕が。なんでセコンド連れていかんといけんや、お前。またお前セコンドが東京で暴れだすじゃん、行方不明になって。マジ初めてな。いや本当に初めて、俺結婚式行ったことないよ、本当ないっす。ブーケお前関係ないだろ。関係ねえけども関係あるわよ。関係ねえけど関係あるわよ。マティアスグッズそこで物販していいのかな。全く意味わからんくなるけどね。マジで。ステッカー配れ。あー、なるほどね。ツイッターのあの ID 貼って、あ、よかった見てください、よかった3点してくださいって。いや、それ完全売名しに行ってんじゃん。ダメだろそれ。ステッカー良き。え、どんなか、え、てか結婚式ってどんな感じなんですか。なんか美味しい料理が出るんでしょ、あのフランス料理みたいなのが。え、どれぐらいなの、1時間2時間ぐらいなの、総勢な。いや、それはいう、そこまでは聞いてないけど、まだ。鍋、いや嘘だろ鍋は。なんでお前俺だけ牛丼だよ。私はずっと泣いてた。友達の結婚で。そうなの。知り合いにビール次に行く。いや、知り合い一人もいないけど。マジで。いや、そのリスナーさんの知り合いが来るかもしれんけど、知り合い一人もいないけど。それ地獄やぞ。いや、でもワンチャンなお気に入りさんも来るね。多分。直樹兄さんとずっと一緒に飲んどくよ。ついに次に行こう。でも関係知らない、初めましてってなるけど。いや、配信者じゃない。最近くしゃみした。あ、しましたね。なんならさっきしたけど。披露宴は約2時間半から3時間です。そうなんだ。でもどっちかだろうね。すげえいいなーって思うか、うわマジかよ、人の幸せ見てイラつくわーって思うか。
まあ、俺はなんか多分普通に、まあいいなって思うんだろうけど。だからご祝儀を持っていくって。いや、今年のいつかまだ分かんない。多分今年だと思うよ、普通に。前言ってたもん。タバコばかり吸いに来そう。まあそうだね。いや、俺そもそも酔っ払わないからね、基本的に。SOS されてる？どういうこと？ちょっと意味がわからん。祝儀いくらかかってる？いや、一応ネットで調べたけど、最低3万って書いてあったから。え、どういうこと？どういうこと？ほら。あ？なんか幽霊でもいんの？え、どういうこと？どういうこと？いや、あれ SOS じゃねえわ。あれ飛行機だわ、あれ。反対のライトだわ。ちぎいよ、あれ。いや、ここはあの出雲空港近いんですよ。だからあの上に飛行機が通るんですよ。あれ完全飛行機だね。嘘つくな、マジで。 SOS とか、どこが飛行機やねん。いやいや、飛行機だわ普通に。飛行機じゃん。嘘つくなよマジ。飛行機じゃねえかよ。お前が嘘つくな。いや、嘘ついてない。飛行機じゃないじゃん。あ、飛行機じゃん。危ない危ない。何 SOS って意味が分かんない。やめてくれない、そういうこと言うの。ずいぶん低空で来るんだな。あ、もう本当にすぐそこにあの空港があって低空になるんですよ、この辺だと。だからもう いつもうるせえよマジ、飛行機の音が。だここのここのね、あのとこはあんまりよろしくないんですよ、飛行機がうるさくて。だって、いや、その窓から SOS 出てるのっておかしいやん。なんで暗いやって話で、うん、飛行機ですか、あれは。完全に奥の家のガラスの光見えない。だからあれ飛行機だっつうの。しつけえな。飛行機だっつって言ってんのか。飛行機はあの空中の上で止まってるだけだろ普通に。飛行機は止まってんだよ。あ、どうでもいいんですよ、墜落しなければ大丈夫なんですよ。飛行機の人もあの本当持ってないよ。止まってたらやべえだろ。何もやばくないよね。バカなの、集団ストーカーだって。ライト照らしだよ。知らねえやな、集団ストーカーで。空だから宙の上は飛行機が止まってるだけだっつって言ってんだろうが。何や集団ストーカーって。ダメだ、話しんだな。そうだよ普通に。北からの飛行隊。あ、そっち。いや、そっちにしちゃう。上空で止まるか、そんなことなりえないでしょ。飛行機見してや。いや、もう通り過ぎましたね完全に。あ、もうスタジオ入りある。でもなんかイラついてきて、なんかろれつも合わなくなってきたじゃん。
まだいる？いや、いないから。このアングル好きだよな。だってインカメしても見えないもん。ただ単に見えないからね。で取ってを、で取ってを。あ、なに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 、なに、なに、いや反射でしょあれ、完全に。ただ光の、飛行機の光の反射なだけでしょあれ。やばい、怖い、嘘つくな。え、どこ、いや、てかリアルで見るのと携帯で見るのがちょっとまた違うんだよね。マジやばいって。何が、お前やばいぞマジで。うるせえお前お前のがやばいだろ、お前の頭がやばいだろなんかした、知らないよ。飛行機でしょどうせ。やめてくれない、マジで。何なのその、なんか連携してなんかあのビビらせようとしてるの。やめてもらっていいですかね。いや何もないってマジ。飛行機見たいんだけど。いやもう飛行機も通り過ぎたね。あの光何なんだろう。あの電気はついたぞ、電気はついたぞ。まあとりあえずちょっと中に入りますか。もうなんかやかましいんで、光光っつって、もう家の中入ればもう光にコメントがなくなるでしょあ、これじゃないのこれじゃないの、いや違えな、これじゃねえな。違うね。何なんだろう。まあよくわかんねえから、まあいいや。別に。なんかよくわかんない。気持ち悪い。マジ気持ち悪い。前って楽器店やろ。よく知ってるじゃん。楽器店じゃないけどね。あのピアノ教室だけどね。もっと細かく言うと。あれ、あの光だろどうせ。あの光が反射してるだけじゃないの。なんでもないでしょ普通に。いや光なんかないじゃん。どこにあんだよ。ほら、まあ、あの光じゃん完全に。あれじゃん、あの光じゃん。やんねマジでお、ちょっと逆です。ペッ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 。はー、だから違う。いやいや、じゃあ何なんすか。俺にはあれしか見えんけど。さあ、霊感が見える人ぐらいじゃないの。ん？僕にはこう見えてやばいですよ。いや、お前これうちの親父じゃねえかよ。いねえだろお前、普通におかしいだろ。よく作るなこんなもん。あ、やべ、忘れました。それなの？いや、よくわかんないけど、それなの。逆に面白いよお前、何もやばくねえよ。なんもやばくない。
最高。さあ今日はあのミルフィーユっていうのを作ります。ミルフィーユっていうものを。もう白菜と豚バラで作ります。結局か何のあ、ね、今日はミルフィーユ鍋っていうのね、まあ、あの初めて作ります。まあ、作ったことないんですけど、まあ、今日は、ね、ちょっといつもと違った料理をしようかなと。いつもね鍋ばっかなんで。いや、あの鍋だけ、鍋は鍋でもミルフィーユだから。これ白菜ですね。で、こちらの豚骨醤油の鍋スープですね。あれ豚バラがない。豚バラがなくてなんかうなぎがある。あれ、ということで今日はあのミルフィーユうなぎを作ります。いや、ミルフィーユうなぎを作ります。まずそう。いや、めちゃくちゃうめえから。あ、作ったことねえけど、めちゃうめえから。え、ちょ待って、マジで豚バラがないんだけど。いや、うなぎ丼になんかしたら普通にうまいじゃん。ね、そんなうまいもん作ってもしょうがないじゃん。もうちょっとなんか練りに練ってやらないといけないね。どっち、今日どっちがいい？ミルフィーユ鍋とミルフィーユうなぎ。ミルフィーユうなぎなんか食べれたもんじゃねえわ。なんで？うなぎはうなぎだけで食べた方が美味しいわね。そうなん？当たり前だもんな。だからミルフィーユって何の意味か知ってる？いや、白菜と豚バラをあの交互に合わせていって、ね、なんかエッフェル塔みたいに塔にするんでしょ？違うの？って俺そう聞いたけど。作れるの？いや、作れるよ。まあ、そっちの方がいいよね。うん。うん、そうなの、うん。じゃあ、まあいいよ。ちゃんと違う。じゃあ、ミルフィーユってじゃあどういう料理でしょう？あ、いいよ、そう白菜と豚バラをこうぐるぐる巻いていくんで、あの鍋の中で。残念、違います。ちょっとだってないだな、このタコ。あ、閉めてねえだな、このタコ。自分で閉めろや。じゃあ出てけ。豚バラはこっちにあるよ。ああ、あったな。歯の痛みは綺麗に消えたんだけど、なんで？なんか普通に効きまくってんだ、マジで。出てけ。もううるせえ、なかったよ。しつけえな。いや、みんなの家だよ、マジで。さあ、じゃあミルフィーユ作りたいと思います。はい、今日はあのうちの母親があのお好み焼きをしようと思って、お好み焼きの素とか材料とか今買いに行ってるんですけど、
まあ、させませんと、うん、してもいいけど、まあ、あの豪華な料理になるだけでさせませんと。今日はうなぎ丼にミルフィーユ鍋です。3月じゃないで、8月じゃなかったっけ、家がなくなるのは。まあ家がなくなるも何も、まあ、ワンチャン、あ、これ親に言っとかんといけんかったな、ちょっとミュートして言わんといけん話だから。なあ、まあ内容は言わんけどさ、うん、これは聞くけどさ、うん、本当に離婚するの？しないよ、冗談よ、決まっとうがよ。あれ冗談なの？あ、うん、ならいいけど、ちゃんと閉めて、うん、なんだよ急に。まあその話は聞いてなかったことにしていてください。うん、あ、さっきの話はね、あの配信外で話した話だから、まあ、聞いてなかったことにして。ちょっと言えないからね。まあ本当は理由もあるんだけど、まあその話はちょっと配信にはできませんと。カルトモテそう。まあそういうことではないんだけどね。うちの家族にもいろいろあるわけですよ。まあ、配信で言えないことも。でも俺に伝わっちゃったら言っちゃうから。今回は俺もこの話はもうしないでおく。これだっけ？鍋って。あれ？なんか違うよね。なんかもうちょっとでかいやつあったんだよ。あ、これか。これだな。じゃあやりますね。ミルフィーユ鍋を作ります。ミルフィーユ鍋、俺も作ったことないんでどうなるか分かんないけどね、どうなるか分からんけどな。わっ、できてね。俺が教えるけど任せとけ、マジで。じゃあ頼むわ。まあ白菜と豚バラとネギを入れるだけじゃないのか。いや非常に簡単なんだよね、あの正直今までの鍋の中で正直一番簡単ぐらいの簡単さだよね、これ。だって野菜ないじゃん、ほぼ白菜とネギだけじゃない。こんな簡単なものあっていいの？いや、スープいるから。え、もうすでにアクが出てるんだけど、どういうことっすか、これ。なんでアクが出るんだよ、おかしいだろ。はい、いや、油じゃないです、アクですね。はい、では作りたいと思います。一番最初はこのネギを切っていきます。ネギは一番最初洗います。でも結構あの結構だいぶあの鍋専門配信者だいぶあの料理がちょっと上手になったんで、あの手際良くなってきたんで、調子こいて怪我する可能性あるけど、危ね、
まあ、麦に関してはちょっとだいぶプロプロったんで、プロってきたんで。大体ね、これぐらいの、これぐらいですかね。これぐらいで、切っていきますね。はい、できました。いや、この太いけど、太い方がいいの、本当は。うん。はい、できました。まあもう一本ネギあるんですけど、まあ一個で十分かなと。ワンチャン喧嘩したらまた誰も食わん可能性があるんで、まあ一個で十分かなと。喧嘩とはなんか前回までなくて、結果最終的に喧嘩になったじゃん。なんか知らんけど、なんで喧嘩になったかわからんけど、せっかく作ったのに誰も食わんかった。ああいうことに なった時のために、まああの人数が何やこれ、ああいう時になったらまずいでしょ。だからああいうそういう時になった時のために、あのね、自分一人でも消えるように、これなんか虫じゃねこれ、これ何なんこれ、大丈夫これ、虫がいるんだけどこれ。ああ虫が、虫食べれるの？それ知らんかったわ。まあこれとりあえずこれちょっとちぎっていきますね。だいたい白菜の切り方もね、だいたい覚えたんですけど、まあ、だいたい白菜こんぐらいですね。ワンちゃん多分俺一人しか食わん可能性があるから、まあこんぐらいで十分かなと。で、まあ、ここからは切ります。だいぶちっちゃくしたらいいよね。あれ？でも待ってよ。白菜と豚バラをどうの、なんかエッフェル塔みたいにしろって言われたけど。これちっちゃくしていいの？あれ？もうちょっとわかんないけど、まあいいか。まあ、これちょっとこうしますと。で、これまあ入れると。切らないよ。いやもう切るよ。遅いよ。いやもう遅いよ。でこれはい次。はいでこっちに、豚バラをね出しますと。でちょっと意味がわからんけど、これどうするのこれ。まあこれ真ん中切ります。こんぐらい切るか。こんぐらい切ります。で、真ん中切る。で、ここもか。で、これして、真ん中切ります。ここ切る。ここ切る。切る前に挟んで切るんよ。いや、あのね、それはね、なんかあの、多分ね、あの普通のミルフィーユじゃないですか。まあ、僕は僕なりのやり方でやらせてもらいます。なんか気合います。なんでいかれるとこ、ここやん。ここ切ります。はい、ここ切ります。はい、ここ切ります。こんなに肉あってもしょうがねえんだけど。切ります。切ります。切ります。え、なんかすげえ手間かかるけど、こんな感じなの。まあいっか、別に馴染みやもん。適当なの。あ、頑張ります。切ります、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 切ります。切る。あ、なんだ今。よし、できました。完成。
これを何？これをミルフィーユにしていきます。じゃあ一回消します。これ今からミルフィーユにしていきますね。あ、これつまないんか。いや、ちゃんこじゃない、ミルフィーユだよ。いや、ミルフィーユにしていきたいと思います。洗剤で洗わないの？よそつけ。昔それやってお前全然違ったじゃん。ミルフィーユね。ミルフィーユとは、まず豚肉をここに入れます。こうして、こうして、でこうします、でこうします。まあ、ジェンガってわかります？ジェンガみたいな感じですね。こうやってどん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 組み立てていくと。まあ、地味だけどもやっていかんとかんよ。で、あの、こうこれを入れます、入れます、こうします、こうします、で、こうします。間違ってはないでしょ？間違ってないんですよ。でしょ？こうします、で、こうします、そして、あ、だから最後はささんといけんよな、防火なんだもん。でもそれ鍋じゃなくね、よく考えたら。え、どうやって食うのって話になってくるけど。よし、刺します。刺すって何？いや、だから最後その串刺しみたいにするんでしょ。よくわかんない。てか、そもそも原型知らんし、そもそもまず原型見たことねえし。いや、知らないよね、原型知らんよね、まず。いや、原型知らんけど、マジで。いや、このままだとぐしゃぐしゃになるけど。あっ、とりあえずこのまま一発目入れます。そうっすね。違うって。いや、違う言われてもどうするのじゃ。串入らんし、輪ゴムだなこれ。いやこんなもんが入ってたけど。どうすればいいのこれ。こんな感じか。
それは正解だろ。うちはもうあれなんですよ、どこにもちゃんとね名前書いてるんで。私がこれは。オッケー、次。ゴムは溶ける？ゴム溶ける？あ、そうだ。じゃダメじゃん。あ、おい。結局ぐちゃぐちゃじゃんこれじゃ。めんどくせえ。した。まあミルフィーユ鍋です。続きまして、うなぎ丼。うなぎはこれはどうすればいいっすっけ。これ先にあのあれなの、ここなの。うなぎはどうすんの、洗う、洗うんか。マジでうまそう。洗わない、洗え、どっち、どっちなんすか。チンするだけ。あ、そうな、なんだよそれ。これは何に入れてやればいいの。これ皿か。あ、洗う家もある。まあ別にどっちでもいいんだけど。洗わないと臭いぞ。そうだ、うん、まずい。タクシーにと、これでサランラップを上に巻くってこと。なるほどね。これね。これこうしてこうして。そうだね。わっ、もうめっちゃムカつくこれ。なんなんこれマジ。おしい。でもあれ、これやったらなんかワンちゃんなんか途切れそうで怖いんだけど。配信が大丈夫かこれ。これ何分ぐらいなんですかこれ。これ何分ですか。ゴミは捨てますね、ちゃんと。
1分、嘘つけ、3分だろ。3分やりすぎなの。1分30秒、1分20秒、あ、じゃあ2分。へい、よし。あ、やべ、換気扇閉まって、証拠隠滅してたんだよ、今。証拠隠滅。証拠隠滅だけど。証拠隠滅だけ。証拠隠滅。OK。証拠隠滅。いや、拡散あるじゃん。ミスったな。あ、証拠隠滅。バレねえよ。あ、換気扇つけてない。よし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 、オッケー、これでいけるぞ。いや、火力落とすと遅くなんだよ。強火ぐらいにしといてやるけど。あ、こっちが できそうです。こっちが親父、親父、親父、ご飯できたぞ。うなぎ丼。ご飯が炊けてないまだ。あ、炊けとるんだけど。もうあれ、あんた途中で開けてしまったけど。いや、だからそれかもう治った、できてるんだって。タイマーまだ。だからできて、タイマーもう終わってんだわ。3年いけん。なんでネタ聞いてそんなぐちぐち言わないといけんわ。早く立て。本当だって。だいたい7時頃だって。いや、だから7時頃っていうか、もうあとよ、すごい、7時だもん、あと50分もあるから。立て、もうできたから。6時半に鍋ができたんだ。鍋が、うなぎ丼はもうあんたには食わせんけど、鍋が、うん、鍋のドア開けに、鍋ができましたんでね、うん、あ、やべ、おめっちゃうまそうだけど、めっちゃうまそうだけど、これマジで。ご飯がまだダメだな。うなぎ鍋に入れるの、いや、それはね、ちょっとさすがにね、したくないよね。よし、できた。さすがにしたくないよね。あれ、おお、へい、ミルフィーユ鍋の完成です。熱、これ殺すわ。
熱っ。なんか汁が超少なくなってるけど、こんなもんだっけ。スープ味見、そんなもん。マジ。よいしょ。はい、次うなぎ。うなぎ。うなぎです。出来上がったでしょ。完璧でしょこれ。完全に。うなぎ入れる。あれあ、タレがね。あ、完璧すぎるだろ普通に。久しぶりにこんな完璧な料理作ったけど。マジで。主婦だよな。俺はどっちかというとタレが多い方がいいから。嬉しい。できたぞ。僕はでかい方を取ります。よっしゃ。あ、ご飯。いや、ご飯いらんっしょ。必要ねえやろご飯。いるでしょ。いや、いらないですね。だって6、あと4分待てるかこれ。OK、できた。いるよ。だからまあ、だから別になんかその上からかけれ、上からかけて混ぜりゃよくね。混ぜりゃよくね、普通に。おい、できました。おい、できました。早いなぁ。はぁ、あ、おちょろくん50、オッケー、ありがとう。プレ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 、はぁ、いや、違うね。だって6時半にご飯ができるっつって言って、ご飯がなかったらしょうがねえだろうが、普通に。ちょっと待って。料理配信ってのはテンポが必要だから、ご飯がないのがおかしいだろ、そもそも。待てばいいことだから。待てんわよ、テンポが必要なのに。待てばいいがな。もう、だからうなぎがもう焼けてるから、もう食ってくれん。でご飯がないがね。いや、ご飯はだから上から乗っければいいだろうが、そんなもん。そもそも上から乗って混ぜればいいだけの話だろう。そんないちいちなんご飯が下に来るなんていう、そういうのはなんかそういう決まりはないです。そんな法律はないです。上でもいいんだよ別に。ご飯はじゃないですか。マジでご飯が下っていう考えが間違ってるんです。あ、ミルフィーユ鍋。ご飯はね、上でも下でもどっちでもいいんですよ。同じだから食えば。いや、ご飯は上です。おい、早く来らんと。早く来らんと。うなぎが溶ける。うなぎが溶ける。溶けるわよ。
できましたよ。あんたこれね、俺こっちだから、俺うなぎ三つだから。ご飯もういいんじゃないのっていうか、マジで。どうですか。6時半に予約になって、俺じゃあもうあと4分じゃん。じゃあもういいじゃん。6時半に炊くんだね。どういうこと。もう どんな状況になってるか。え、もう普通にご飯できてんじゃん。しないだわよ、もういいよ、冷凍ご飯にする。あ、じゃあ俺も冷凍ご飯にするようにします。なんだやけ。俺も冷凍ご飯にします。ご飯大盛りにするんで、2つで、うんうん、なんだよお前。何が何個食べる気だよ。いや、ご飯だから大盛りでしょ。いや、大盛りがいいけど。え、だってさ、これで終わる、できるんじゃないの6時半って。6時半から。まだでも炊飯って書いてあるがや。うわ、バカかお前。何が、できてんじゃん、これ普通に。そんなとか、こんなの入れればいいがな、そうしよう。なんだ、もうやってしまったよ。それ開けるな、それ開けるな、マジ、それは。なんでだよ。だ、開けるな。食べればいいよ。あんたが食べればいいじゃん。俺食べるわ。うん。あんたが水飯食えよ。本当は水。ちょっと水飯。水飯だったわよ。あ、いや、リス今度は水だったわよ、それ。水じゃないわよ。あ、できてんじゃん、普通に。できてるわ。じゃあ、あれやる意味ねえがよ、お前。普通に。なんでお前、嘘かよ。6時半から炊くとか言って、自分が言ったくせに。まだ炊飯になっとったけんだ。まあ、食べて、芯があるかもしれんけど、知らんわ。食べたもん勝ちだわ。あ、あれご飯炊けてるの、あれ。は？ご飯炊けてるの、あれ。どういう意味？いや、6時半になってるけど、あれご飯。そうだよ。じゃあもう炊けてるってこと、あれ。はい、炊いて出たよ。あ、じゃあいいじゃん、もう。ほら、食えるじゃん。いや、6時半にから炊くんじゃないの、あれ。だから6時半炊けるってことは、もうあと1分だからもういいってこと。だからもう1分ならいいってことでしょ。あ、今は。あ、うなぎだ、すごい。うん。あ、だから1個取っていいよ、あんたも。ご飯がもう取ってあるが。だからあんた1個取ればいいじゃん。かわいそう。な、どういう意味？いや、だから1、俺2だから。しゃあなし。だからあんた1個うなぎ取ればいいじゃん。うなぎ取ってももうだれがないし。何がだね。タレ？タレ？タレはいるでしょ。いや、タレめんつゆでいいじゃん、別に。あんたいつもめんつゆじゃん。ダメでしょ。あ、でも今これで。いやいやいや、これでっちゅう、これ俺のだけど。俺のうなぎは？これ私んじゃないの。なんでうなぎと鍋とだ。もったいない。あんた何考えとる。いや、これミルフィーユですけど、鍋じゃなくて。ミルフィーユですけど。あ、でもうなぎのタレ。ちょ、だからうなぎちょっと取って。うなぎのタレあるけど。あるじゃん、じゃあ。これ1個取って、あんたあげるから、これちょっと手洗うと。いや、だから取ってくださいご飯は。いらん。いや、ご飯今かけるから。そうする、ご飯かけたらもう取れんくなる。ちょっと待ってよ、まだ手洗わんと。島根また今日100何人出てるよ。何が。コロナ118人。いや、うちの家コロナ関係ねえよ。じゃあ取って何を。いや、何をって、うなぎでしょ。はい。あ、毎週上級客。ちょ、これ。上級客です。ふっ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 。何この邪魔のくせえな、これ。邪魔くさすぎる。
完璧。出汁が辛くなってしまったよ。何が？鍋消しねえ。ああ、鍋じゃない、ミルフィーユね、これ。ミルフィーユの作り方も知らないんで、知ってるっていうだけ。あと、はい、あと、おっしゃ、できました。輪ゴムどうなった？中入ってるよ。信じられない。こうすれば一緒なんだって、これ。あ、楽しんで。あ、はい、少々経過です。え、これ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 、結局混ぜたら一緒なんだよ、これ。ひつまぶしみたいになるんだよ、これ。タレが少ねえな、これ。すごいな、十分だ。ほら、ご飯が中に入るっていうのは。ひつまぶしみたいな感じになっちゃって。ねえ、もったいないな。さあ、できました。あんた、うなぎ、はい。お金が天から降ってくる人は、これ一応全部であの2000円だった。もったいな。ちょっと、いや、給安い方だろ、普通に。ちょっとこれ一回消さんと、もうもったいねえ。はい、いただきます。あ、うまい。寒うなぎ丼めっちゃうまい、これ。鍋いらんわ、これ。今晩からまで雪だよ。明日やばい、雪が。あんたは明日の雪にはどうなってる？これに貸すね。貸せね。いや、車。明日何時からだ？何時。あ、大丈夫。あ、いいよ、BB 貸してあげるよ。その代わりあの車貸してくれん。明日は大丈夫か、うん。あの車貸してくれん、タント。車無理だよ。いや、BB あげるから。スノー履いてないもん。いや、タイヤ変えるから。何？なんやあれ。どうせ俺が死んだからあげるわ。あ、マジで？ありがとうございます。なんか味がないけど、これ。あるかな？あんたの舌がバカ舌になってるやつだから。あれお玉ちょうだい。うわー、おめえ、うなぎの味が濃くちゃう。うなぎがうますぎる。うますぎるね、味が濃くて。なんでも解凍したご飯タイトにあるに。いや、知らん、この人が解凍するとか言って、うん、俺ちげえよ。もう俺が枯れてって言ったのに、あんたがいや、いいけんてってよ。はあ、なんか変なこと、これ金髪のせいでしょ、普通に、うん、うるせえ。あ、お玉ください。お玉ください。あ、うなぎって洗ったらいけないの？なんで洗う？洗った？洗ったわよ、このバカ。なんで洗う？だってコメントで洗えって書いてあったけど、水で。そうに使うわ、お前。はぁ、うなぎは洗った。はぁ、どうなる？いや、別に洗ってもいいけど、別に普通は洗わんわな。だって味がなんか薄まるんじゃない？いや、めっちゃ濃いけど。それはおめえ、うなぎのタレを追加してかけておけば。うわ、なんか久しぶりのうなぎだ、うん、これも中国産でないんで。中国産な。いや、中国産ですけど、何か、でいいって。
中国産じゃん、別に美味しいでしょ。美味しくないって。いやいや食べます。美味しくないと思う。なんだこれ。え、でも洗うの正解だけど、あ、それ。また変なもん。いや、それこれあれ歯磨き粉ですね。うがいする歯磨き粉。歯で死にかけたから。あ、山本、いや、山田先生の。は？おばあさんが亡くなられた。あ、来た。お？そんなこと今、いや、いいがや今あ、まあ、そんなこと言うやん。俺のせいじゃないよ。そんなもん俺は言ってみるだよ。いや、終わってから言えばいいだろうが、普通に死んじゃうよ、お前、マジで。山本リンダじゃないです。話してるの？はいはい。おいしい。でしょ？めちゃめちゃうまいでしょ。中国産聞かん方がよかったわ。国産だと思って食べてよかった。言われんなら分からんだったね。大失敗。いや、それはどこでもいいんだよ。全然違うわ。何が？もう濃いわよ、あいつが。この時点で。何が？味が濃い。何の？うなぎの。何が、まあ、ということで、あ、そうそう、俺もだいぶ料理うまくなりました。普通に主できるレベルで、鍋だけだけど。鍋。何がおかしいやん。シュー入れちゃう、だし入れちゃう、お前具を切って入れ、突っ込んどるだけだねえか。しかもね、料理はね、片付けが終わるまで。あ、だから片付けしときましたよ。ゴミを捨てただけだな、これ。もう片付けですよ。明日はね、ちょっと変わった、一見変わった料理しますね。明日はタラ鍋っていうのをします。あ、ちなみに今年残り365日全部鍋なんで、これだけ言っておきます。あれにかきわ餅作ってって、一応目指してるのが鍋を毎日食うっていうギネス記録に乗ろうと思って。でこんな人なかなかいないじゃん、鍋を毎日料理するって。夏場鍋なんかいいな。いや、ギネス記録に乗れるじゃん。あんたって食べちょうだわ。ああ。もったいな。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとう。せめて3日ぐらい食べれる。おつみ。3日ぐらい食べらんともったいないわ。3食。うん、ね、久しぶり。何を3日。まあ、ということで。1回作って3食、3日間食べたら結構食費が浮くじゃん。何でも食べてしまうんだもん。これを明日、明後日の晩御飯にするんだもんね。ということで、今日はミルフィーユ鍋でした。ミルフィーユって明日はちょっとホットアイス鍋でもいいけどね。なんだホットアイスって意味がわからん。いやいや、マジで。ホットアイスってなんだ。あ、お疲れ様でした。ホットアイス？